おはようございます。おはようございます。すごい、まさちゃん、これほんま、しばちゃん全部一人でやったん？そう、すごいやろ、しばちゃんね、全部一人でやってんで、ね、だいぶかかるんちゃん、これ、何ヶ月かかった、しばちゃん。10ヶ月。木を買ってきて、製材所からここへ直接運んでいただいて、あそこからずっと張り出しました。へえ。なんか誰かに教えてもらえたんか？知り合いの、ね、建具屋さんのところに行って、わからないところが発生するたびに写真を撮って、写真撮ってやるか聞きながらやる。すごい、カウンターがすごい。で、これらはどうしたん？どこか。これは開いました。開った？そこの表のところで開って。すごいって何？すごいな。ドイツ人の人に漢文持ってもらって、ここまで運びました。へえ、ドイツ人の人。これはね、ここの人が置いてきたやつ。もう置いていってくれたん？すごいな。で、ここら辺は全部いただき物。いただき物。はい。すごい人脈やな。くれるん、こんなん。あの、上はね、机自分で作りましたけど、うん、ここの、これはもういただき物。へー。で、あの丸い椅子は僕は小学校の時散髪で使ってた椅子を上張り替えただけ。うん、へー、あんなの張れるんや。で、これもご近所のお隣から松の板を2枚いただきまして。へー。ね、なんかレトロな家多いやん、ね、そうですね、うん、ここ上本町って新宮で表参道で、うん、一応そこがほら早玉さんやから、うん、上本町って言うんです、ここ上本町。へえ、お邪魔します。あれ、ここで作ってんの？そうですよ。お客さんに丸見えで作ってくれてんの？そう、たまにね、これをこういうふうに、うん、え、たまに隠すん？たまに隠すけど、普段もここで。へえ。いや、かわいいな。これ作るとこってなんかかわいい。もうあれは平置きにすんの？イメージ的に。あそこへ置くん？うん。これはね、今、ここ物置状態だったんですよ。で、友達が来た時にここにこう机添えて、僕お料理作ってお酒出してワイワイガヤガヤここで飲んでたんで。今ね、ここから4、5分のところに、家を一軒借りたの。だからこういう荷物はそっち移すつもり、うんうん、で、ここはあの客席にして手打ちそばなすつもり。へえ。手打ちそば、いつ頃の予定？今年中には。今年中に？いや、早くしてほしいわ。内緒でね、ここもオープンしたから、外にあんまり言わないで。で、おそばも内緒でやりだして、で、知り合いだけちょっと入れて食べるようにゆっくりやっていこうかな。いきなりやるとすごい人になるから、なるやろな。これも床剥いで、床剥いだ、板の間やったんですよ。で、床剥いで砂利取ったら叩きでできたんで洗い出して、で、これ自分で作ったの。この板も天井もそっち側も見て、